私が好きなシーンはやっぱり最後のライブシーンですかね。ああ、いいですね。ちょっといろんな人がここにっていうのが詰まってると言いますか、うん、でもちょっと感動もあり親子の絆もありっていうのはちょっと見てほしいなと思います。あそこの歌めちゃくちゃいいよね。雰囲気がガラッと変わった曲調なので聴いてほしいなとも思いますが、はい、僕が好きなシーンかいっぱいあるからな。まあでもキスシーンは見てほしいかな。僕と堤さんのキスシーンがあるんですけど、そこはもう本当にあんな美しいキスシーンがあるのかってぐらいにもうリリーさんが演出してくださったので、ね、あそこはちゃんと見てほしいなと。まああとはもう本当に至る所に有名人というかすごい豪華なキャストの方々がたくさんいますので、もうその人のファンの人はもうそこだけ見て10秒戻して、うん、そこ見て10秒戻してみたいな、うん、そういう楽しみ方もあるんじゃないかなと思いますんで、まあ自分で楽しみ方を見つけてもらえればいいなと思います。野畑七瀬慶明大学薬学部3年です。嫌いなものは野畑はかる私の父です。くさい、やめろやめろ。だから死んでくれ。そして本当に父が死にました。君があんなに死ねって言ったからだよ。うそー、何この顔。実験で死んでみた。生き返る方法はこれだ。これ生き返れないじゃん。死んでる人間を殺しても殺人にはならないよな。はい、まだ社長に言いたいことあるんだろう。生き返らせて死ぬほど文句言ってやる。作戦立てるぞ。果たして大嫌いな父を生き返らせることはできるのか。超豪華キャスト集結。早いとこやってしまえ。飛ぶんでこい。今死んだらぶっ殺すわよ。一度死んでみた。クソ親父。はい、クソ親父です。